放浪の天才画家山下清が最初の旅に出たのは18の時。彼は頭が弱かったが魂は澄み渡っていた。ところがこのように澄み渡った魂の住みかはない。彼は彼の絵の中に魂を住まわせたのさ。全ての色彩が彼の味方。ああ、それ以外のものには興味がない。